暑くなって、はい、夏の日差しですよね。はい、暑くなってきてます、ね、今まさにその夏対策ということで、はい、こちらたくさんヨシズがありますよね、はい、もう準備万端ですね。あってます、はい、もうこちらのサイズ本当にいろいろあって、はい、もう本当にお客様のニーズに応えていただけそうですよね、はい、各種揃えていて、います。実際私もこの吉井を立ててみたんですけれども、はい、思いのほか涼しいもんですよね。ですね、はい。ということはぜひこの夏もう今年もね暑くなりそうっていう噂が、ね、はい、入ってきたので、ぜひこういったものを使って上手に涼しく過ごしてほしいですよね、はい、ただこちらの方やっぱりちょっと尺がかなりあるので、はい、ちょっと自家用車では無理かなと思うんですけれども、その辺のサービスはどうなんですか。はい、ポイントカードの、うちのポイントカード入っている方限定ではなっているしまいますが、トラックの貸し出しとかやってます。そうなんですね、はい、でもこの場で入っても OK と。はい、そうです。わかりました。あと今お話にあったおしゃれなお家やっぱりね、はい、ここはちょっと余地じゃなくて洋風がいいわっていう方にはどういった、はい、あ、オーニングとか、はい、あとはもうちょっとこういったネットの分で、ゴーヤとか、あとはキュウリみたいな朝顔、そういったものでグリーンネット、こちらの方で緑の方に鶴を合わせていたら涼しくって、あとお花とかも咲いてとても見てて、なんか近所の人がちょっとええなーって感じ。なるほど、ちょっと自慢にもなると、はい、なんですね。まあオーニングも本当に今いろいろあって、かなりお家の雰囲気に合わせて選べれるようにはなってますよね。はい、います。いろんな緑色とかグリーンとか、あとちょっと白っぽいとか、いろんな色があります。なるほど。あとまあオーニングだとどうしても風が強いとふわふわとっていう気になる、はい、その辺のグッズもあったりするんでしょうか。 あります。ちょっとオーニングコーナーのところ店内なんですけど、そのところの下の方にも置いてるんですけど、はい、おもりとかも置いてますので、なるほど、それと結んでいた紐とかで結んでいただければ、じゃあ風の強い日は外して巻いたりっても割と手軽にできるということなんですね、はい、わかりました。そして今お話にあったね、近所の人が羨む緑のカーテンなんですけれども、はい、苗物かなり豊富に今入ってきてますよね、はい、もういろいろと新しいものがどんどんと入ってきております、ね、今お話にあったゴーヤだったりとかキュウリ、その辺だと収穫もできてちょっと嬉しい一石二鳥ですよね、はい、そちらの方もねやっぱり水やりとかちょっとねあるかと思うので、その辺はガーデニングの方に聞いて、はい、しっかりと育ててもらえるといいかなということで、はい、ありがとうございます。いや、今からそちらの方は植えても間に合いますか。あ、まあ、大丈夫、間に合うと思います。お家によってはこれだったらつきやすいよとかあると思うので、ぜひその辺はお店の方に詳しく相談されるといいでしょうか。はい、お願いいたします。ありました。じゃあちょっとこの夏も暑いということで、ぜひ快適に過ごせるいいグッズをまた紹介してください。ありがとうございます。ありがとうございます。